今日は晴天に恵まれました。甲子園球場からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて非常にいい雰囲気伝わってきますね。まあ、そうですよね。もう本当に、野球やってて楽しんでるという感じですよね。本当にそうですよね。西さん、やはり強いチームというのはバッティングピッチング以外にも守備もいいというふうに思うんですが、いかがですか。まあ、当然ですよね。とにかく得点をするということの以前にまず失点をしない、ここは大事だと思いますね。そうですね。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の山井。どんな投球をしてくれるんでしょうか。真由美打席に入ります。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。高めのボール打ちました。伸びていく、どうだ、入れば同点。レフト見送った。同点のソロホームランです。タイガース、白球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。初球でした。しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。同点に追いつきましたタイガース、1対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに白球消えていきました。ナイスバッティングですね。いきなりリードを奪われたこのゲーム、しかし早くも振り出しに戻しています。バッターは2番に入っている糸井。タイガースホームランで同点としています。西さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この流れに乗ってね、この回で勝ち越しておきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。初球打ち、ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。ノーアウトランナー2塁です。さあタイガース一打勝ち越しのチャンスです。高めのボール打っていった、高い打球になった。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーがファールグラウンドで抑えてアウト。ワンアウトランナー2塁と変わっています。まずは見送ります。ワンボール。さあ2球目は何か。打ったー、ぐんぐん伸びていく、突き刺さった。バース、今シーズン第21号の勝ち越しツーランホームラン。これがチーム2本目のホームラン。タイガース勝ち越し、3対1。低めの難しい球、完璧に捉えました。はい、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで勝ち越しホームランを放ちました。でも完璧な一打でしたね。序盤リードしましたが、試合を確定づけるためには追加点を取っておきたい状況です。バッターはオマリー。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。タイガースホームランで勝ち越しています。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。真ん中へ、ノーボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは注目のルーキー木戸。ツーアウトランナーありません。さあまず1球目、アウトコース見送っています。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。
バッターランナーは二塁まで進みました。これで10試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。打ちました。ピッチャーゴロです。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。1回終わって3対1、タイガースが逆転しました。2回裏に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックス糸原、昨日のゲームでは無安打に終わっています。タイガースリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。はい、打ちました。ボテボテ、セカンドが前に来る、アウト、ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の高橋、バッターボックスに入ります。まあ打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。インサイド変化球決まっています。2球目打ちました。取ってツーアウトです。バッターは2番糸井。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。一塁はセーフ。初球大きく外れています。おっと、空振り、真ん中でした。ファウルになります。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2回終わって3対1、タイガースがリードしています。西さん、立ち上がりを攻めてリードを奪っているわけですが、もう一押しして展開としては良くしていきたいですよね。いやー、まだまだ、もっともっと攻撃しなきゃダメですよ。引っ張った、レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。初球空振りです。次が2球目。ドカーンと大きな当たりです。高く上がった、ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中にすっと入ってきた変化球、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース4対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただいています。ナイスバッティングでした。そうですね、狙っていたのかもしれませんね。タイミングも合ってましたね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。バッターボックス、オマリー。タイガースホームランで追加点を挙げています。ファウルになります。痛烈、切りました。ファウルボールです。打ちました。痛烈、これはセンターに抜ける、ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウト、ランナー一塁となりました。打順は6番木戸。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。打球はセンターへ。ここはフライになっています。センター掴んでツーアウト。
7番バッター近本、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2アウトになっています。打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックス糸原、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースリードで迎える4回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。この点差ではまだまだ安全圏とは言える状況ではないですからね。確かにその通りですね。打ちました、流しました、これはどうか、フェアかファールか、三塁線落ちてフェア、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、先頭バッター出ました、タイガースノーアウトランナー二塁です。さあバッターボックスには先発の高橋入ります。まあ、ここは白星もかかってますし当然行くでしょうね。そうですね、送ります、打ち上げてしまいました、取りました、送りバント失敗。初球ポップフライはもったいないですよね。まあ、ただねチャンスは続いていますんで、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあそしてこのチャンス打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、レフト下がっていく、そのままスタンドに入りました、ツーランホームランが出ました、これが今日2本目のホームラン、初球でした、強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました、追加点が入りました、タイガース6対1になりました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いや彼らしい見事な一打でしたね。この追加点は理想的にことが運んだと言ってもいいでしょう。打席には2番バッター糸井、タイガースホームランで得点を挙げています。まず打ちをついてきました、真ん中です。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか、低め外れました、ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、さあバッターは何を待っているか、変化球タイミング合いません、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、ワンバウンドヒットになりました、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。打席には3番バッター八木、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打ちました、いい当たりだ、左中間に強い打球、レフトセンター入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム5本目のホームラン、初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました、追加点が入りました、タイガース8対1。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、打席には5番バッターバース、前の打席はフォークをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけません。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます、バッターランナーは二塁到達、これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。初球地弾き返した打球はライトへ、この打球はフライになっています、ライトが取りました、ツーアウトです。バッターボックスには6番木戸、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトになっています、外決まった、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか、打ちました、ここは打ち上げています、ショートが構えます、強打が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。4回終了8対1、タイガースのリード広がっています。ドラゴンズ、これから5回の裏タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります、福が2番手としてコールされています。
今日の打線ですと西さん、この後も追加点が期待できそうですね。いやー、まだまだ点が入りそうですね。そう、真ん中打ちました。このフライは切れそうだ。切れました、ファールボール。改めてお聞きします、この近本、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、パワーとスピードを兼ね備えた才能あふれるバッターですね。なるほど、そうですか。打ちました、またファウル。まあ、ここは狙いも決めつつ、それ以外にも対応する感じになりますね。なるほど、そうですか。痛烈、これはどうか、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。打席には8番バッター糸原。まあ、大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ、大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。打ちました、これはどうだ、ホームに送球。これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。さあ、打席には先発の高橋入っています。まあ、勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。バッターボックスには代打のアリアス。ノーアウトでランナー三塁一塁としています。初球ボール。ここは中間守備ですね。まあ、捕球してからどこに送球するのか、一瞬の判断が難しいところですね。なるほど、そうですか。低めの変化球でカウントを稼ぎます。引っ張った、飛びついて掴んだ、一塁へ、アウト。スーパープレーが飛び出しました。タイガース1点追加します。アウトの間に得点、9対3。タイガースなおもチャンスです。打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースゴロの間にランナー帰っています。バッターボックスの真由美、今シーズンの得点圏打率は5割。ここはランナー返せません。ツーアウトになりました。2番バッター糸井。まあ、先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。期待しましょう。ツーアウトランナー二塁です。打ちました、ピッチャー取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかし、この回タイガース1点を追加しています。5回終わって9対3、タイガースのリード広がっています。ここまでのハイライトです。1回の裏、この回の先頭バッター真由美、その初球でした。タイガース一振りで試合を振り出しに戻します。続く攻撃、ワンアウト二塁の場面、4番バース、2球目を捉えました。タイガースこの一発で勝ち越します。3回の裏、ワンアウトランナーなしから4番バッターバース、2球目しっかりと捉えました。タイガース1点を追加します。6回の裏、タイガース打順よくこの回はクリーンアップから始まります。八木バッターボックスに入ります。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね。タイガース攻撃が噛み合い、アウトコース打ちました。ここはフライになっています。サードが落下点に入ります。取ってワンアウトです。打順は4番バース。今日はここまでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。いや、固め打ちですね。当たってますよ。凄まじい集中力を見せています。まずはワンアウトを取っています。バッターは5番オマリー。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。打ちました、高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ホームラン。
ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース10対3。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。6番バッター木戸、タイガースホームランで得点を挙げています。打った、強打、掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。6回終了10対3。7回の裏タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号14谷本が3番手としてコールされています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。空振り、得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。ボールカウントはノーボールツーストライクです。打ちました。内野を抜けていきます。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。打順は8番糸原。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが触れてると思います。ランナースタート、ヒットエンドラン、ライト線フェアです。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット、11対3。タイガースちょっと一方的になっています。さあバッターは森谷、そのままバッターボックスに入ります。まあ、続投ですか。どうなんでしょうかね。変えてもいいと思いますけど。そうですね、バッターボックスには代打の福留。伸びていく、どうだ、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球する、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、12対3。タイガースちょっと一方的になってきました。打順はトップに帰って真由美。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。ここでタイガースダイソーを送ります。島田がセカンドランナーに入ります。打ちました、左中間に強い打球。さあどうだ、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、13対3。タイガース大量リードとなっています。2番バッター糸井、これが1球目、ファウルになります。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには3番八木、今日はホームランを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。2球目は何で来るか。打ちました、強打、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスは4番バース、今日は2本のホームランを放っています。タイガースこの回7人目のバッターに。打った打った瞬間確信したか、ぐんぐんだ、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース15対3。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打席には5番バッターオマリー、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースいい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、
ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の三つ間。さあマウンドに上がったのは三つ間、今シーズン7試合目の登板です。まずは見送ります。ワンボール。これは手が出ないか。打った。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。センターオーバーもヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になっています。バッターボックスは7番近本。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。ええ、期待しましょう。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。打ちました。ピッチャーゴロ。セカンド取った。一塁送球。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁一塁。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。ノーボールツーストライク。この球は見送ります。さあ勝負してくるのか。痛烈。セカンドの右抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。三塁タッチはアウト。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。タイガースのリード広がっています。8回の裏タイガースの攻撃。バッターはダイソーから起用されている島田。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。西さん、点差はあるんですけれども先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。バッターボックスには代打の大山。これはショート強打抑えて一塁アウト。打順は1番に帰ります。バッター真由美。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ジャストミート。これは大きい。伸びていく。レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。今日2本目のツーベースヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打の江越。ヒットでランナーを二塁に置いています。引っ張った。取った。一塁送球します。アウト。ツーアウト。3番バッター八木。今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。変化球を見極めます。インコースの変化球見ています。低めの変化球空振り。内へ。これは決まった。さあツーストライク追い込みました。見逃しましたがストライク三振。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。タイガース打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。いやー小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあ、そうですね。これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。
一方のドラゴンズですが非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありが好天に恵まれましたぼっちゃんスタジアムです。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの4回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。まずはスワローズの先発山田がボッチャンスタジアムのマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、はい、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。バットは動きません。よく見ています。ボール先行です。ここはファールを落とせるようなボールでもいいですよね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。打った、ライトの前に落ちました。これで7試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、初球安易にストライクを取りに行くとやられますね。初球打ちがうまいバッターですからね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。ランナー飛び出して、ランナー挟まれた、二塁送球、二塁タッチはアウト。ここは牽制でアウトを取りました。低め見送っています。ボール先行です。打ちました、ヒットになった。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは八木、前回のゲームでは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。はい、
さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーは山田、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは注目のルーキーバース。前回のゲームではホームラン3本を含む4安打の大活躍でした。いやー、なかなかお目にかかりませんからね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。2アウトになっています。引っ張った、打球はライトへ。この打球はフライになっています。雄平が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2回表に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、バッターはオマリー。前回のゲームはホームランを含む猛打賞を記録しています。当たってましたよね。バットが触れてましたからね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。さてスワローズの先発は山田。昨シーズンは未勝利に終わっています。前回の登板は5イニング投げて自責点に勝敗打ちました。ボテボテアウト、ワンアウト。バッターは守備交代から起用されている江越。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、サード取った、ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁にランナーを許しています。バッターボックスには梅野。ここはエンドランを仕掛けてくることも想定しておきたいですね。さあランナーをどう生かしていく。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる、センターが取りました。2アウトです。打席には8番バッター上本。前回のゲームでは無安打に終わっています。2アウトになっています。牽制の上手いピッチャーですから要注意ですよね。ああそうですね。3球目は何で来るか。当然ノーマークにはできませんよね。打ちました。打球は左中間へ。ここは打ち上げています。バレンティンが掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。3対3回の表。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は引っ張った。これはどう、三遊間抜ける、レフトの前、あっという間にレフトへ。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。さあスワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはもちろん無失点でいきたいですよ。そうですよね。まあただピンチでも落ち着いて投げられるピッチャーですから簡単に打たれはしないでしょうね。はい。さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。キャッチャー今のはいいリードだったと思いますよ。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね。ここでのコントロールミスは初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、1点返しました。タイガース3対1、スワローズ2点差に迫られています。警戒していた相手ですがタイムリーが出て点差が縮まります。相手に流れを渡さないようにするためにも次のバッターをしっかり抑えてほしいですよね。これで2点差となりました。さあそしてバッターボックスにはバース入っています。まあこのバッターはチャンスではしぶといですよね。さあなおもピンチが続きます。ちょっとつながれてるんでここでその流れを断ち切っておきたいですね。なるほど。打ち上げた、大きな打球だ、ライト線フェアです。同点のランナーが三塁を回った。中継にボールが送られる、バッターランナーは二塁到達。タイガース追いつきました。3対3、スワローズなおもピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですがここで同点打を浴びました。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで同点、3点差を追いつかれました。スコアを振り出しに戻されましたね。まあそしてこの場面相手が勝負強いバッターですから
バッテリーとしては嫌な局面ですね。そうですね。さあ気をつけていきたい。オマリーバッターボックスです。これは見送ってボール。ライト線、これは大きな打球。この打球はどうだ、切れるか。フェアグラウンドに落ちた。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。タイガース勝ち越しました。4対3。スワローズさらにピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。ここでリードを奪われます。まあここは踏ん張りどころでしょうね。さあこの場面でバッターボックスには6番の江越が入っています。インサイド落ちました。切れていきます、ファウル。さてバッターボックスの江越、どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、打球が強烈なんで打たれた時のショックは大きいですね。怖いバッターですよ。なるほど、そうですか。さあ勝負してくるのか。ここもファールです。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ランナーが2塁と3塁では全然違いますからね。せめて右方向に転がさないと。はい、三振で2アウトとなっています。まずは見送ります。ワンボール。これが2球目。ファウルになります。これもファウル。空振り、ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。4対3。タイガース逆転に成功しました。回は4回の表、タイガースの攻撃。バッターボックスは8番上本。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はちょ打ちました。ショートうまくさばいてアウト、ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の西がバッターボックスです。さっきは打たれてしまったんで、ここはもうしっかり抑えに行かないといけませんね。そうですね。ファウルになります。危ない球です。ボールになります。打ちました。これはショートライナー。打順は1番に帰ります。バッター近本。まあさっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。中への変化球外れました。ボール先行です。アウトコース外れます。ストライクが入りません。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。取ってスリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。4対3。1点リードはタイガースです。小宮山さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。そうですね、もうブルペンの方には連絡いってると思いますけど。そうですよね。となるとリリーフピッチャーがいつ出てくるのか注目です。打ちました。難しいバウンド。山田アウト。ここは送球が間に合っています。いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーいかがですか。まあこれは素晴らしいプレーですよね。今画面に出ているのが先ほどの配球です。打ちました。取りました。ツーアウトになりました。バッターボックスには4番バース。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。打った、大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。2アウトランナー2塁。
ここはうまく引っ張られてツーベースヒットとされています。まあこれはいいバッティングされましたね。さあスワローズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあここで点が入ると流れが悪くなるかもしれませんから、バッテリーを、また初球打ち、ぐんぐん伸びる、センター深いところを破っていきました。中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、タイガース追加点を挙げました。5対3、スワローズなおもピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。試合中盤徐々にリードを広げられています。ここで離されたくはないですね。さあこの場面で打席には6番の江越が入っています。いいコースですが外れています。変化球にバットが空を切ります。左へ持っていった、大きいぞ、レフトの頭上を越えていった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、タイガース追加点、6対3になりました。スワローズさらにピンチが続きます。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。試合中盤徐々にリードを広げられています。バッターボックス梅野、スワローズこの回2点を失っています。さあ3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。初球打ち、これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、7対3、スワローズもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。リードを広げられています。上本引っ張った、さあどうだ、三塁線落ちてフェア、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、8対3、スワローズもうこれ以上点はやれません。さあバッターボックスには先発の西が入ります。まあ調子も悪くないですし勝ち星がつくところまで行かせるでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを2球目打ちました。奥村が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。8対3、タイガースのリード広がっています。これから6回タイガースの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号15大下がマウンドに上がります。さあマウンドを任されたのは大下、今シーズン9試合目の登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。3球目打ちました。この打球は落ちそうだ、ヒットになった、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは2番糸井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでセーフ、ファーストランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。さあ2球目は何か、打ちました、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。1塁蹴って2塁に向かう、バッターランナーは2塁到達、これで2試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。真ん中打ちました、ファウルグラウンドで掴んで2アウトです。まあ相手の早打ちに助けられましたよね。ええ、まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね、初球の入りは気をつけて、引っ張った、村上一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。8対4、タイこれから7回タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。五十嵐がマウンド上に上がっています。小宮山さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、
残り3回もう1点もやれない状況ですよね。そうですね、もう本当に1点取られるだけで、まあ、致命的になりますよね。そうですよね、集中してほしいですよね。引っ張った、下がっていく、下がっていく、ぐんぐんライトポール際、判定はファウル。これが3球目、打ちました、取った、一塁へ、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックスは6番江越、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。外へのボールは入りません。変化球で空振りを取ります。バッターは7番梅野、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことが、打ちました、ショート取った、一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。8対4タイガースがリードしています。さあそして8回まで来ました、タイガースの攻撃。8番バッター上本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。スワローズビハインドで迎える8回です。打ちました、ここはフライになっています。ヒットになった、これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。さあこれ以上点差を広げられたくない場面、一塁にランナーを許しています。そして打席にはピッチャーという場面です。ここは盗塁も警戒しておかないといけませんね。はい、そうですよね。ここはクイックが得意なピッチャーなんでランナーは浮かずに走れないでしょうね。なるほど、そうですね。打ちました、これはどうだ、センターの前、あっという間にセンター前へ、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。打順はトップに帰って近本、スワローズ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんでここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ追加点は許したくないこの場面です。打ちました、セカンドゴロ、取った、二塁を送ります、二塁アウト。ここからの組み立てでしょうね。まあここで点差を離されることのないようにね、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには2番の糸井が入っています。打ちました、痛烈な打球、わずかに右に切りました、ファールボール。引っ張った、飛びついて掴んだ、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。タイガース1点追加します。アウトの間に得点、9対4、スワローズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは3番八木、まあ、スワローズとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。低めを2球続けました、テンポよく追い込んでいきます。3球目打ちました、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。10対4、スワローズもうこれ以上点はやれません。4番バッター、バース、初球ストライク、外へ持っていきましたが入りません。アウトコース、これは見送ってボールです。低め、これは外れた、これで3ボール。5球目は何で来るか、低め決まってストライク。さあフルカウント、空振り、ここは空振りでアウトを取りました。セカンドランナーは残塁に終わっています。しかしこの回タイガース2点を追加しています。10対4、タイガースのリード広がっています。これから9回タイガースの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。梅野、
小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。落ちるボール空振り、あっという間に2ストライクです。3球目外れました。ファウルになります。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス江越、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ヒットでランナーを1塁に置いています。はい、ここでタイガースダイソーを送ります。1塁牽制、1塁はセーフ。初球大きく外れています。2球目打ちました。右中間へのヒット。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには代打のアリアス。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。まず大きく外れてボールになりました。左中間へ持っていった。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン。中継にボールが送られる。ファーストランナーもホームイン。タイガース追加点を挙げました。12対4。スワローズなおもピンチが続きます。バッターボックスは8番上本。先ほどの打席でヒットを放っています。はい、バッターボックスには代打の木戸。に代わりまして木戸、バッターは木戸、背番号22。真ん中打った。ショートの右抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。ホームに送球。あとボールをこぼしている。センター前ヒット。これで4連打。さあ打席には先発の西が入っています。ベンチとしては完投してくれということなんでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。一塁はセーフ。一塁牽制、タッチもセーフ。次が2球目。ジャストミート、抜けていった。ボールは中継。サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース追加点。13対4。座った。はい、バッターボックスには代打の真由美。塚本に代わりまして、真由美、バッターは真由美、背番号7。これが初球。まずはボールから入りました。あっと真ん中決まった。打ち上げました。高い打球、ここはフライになっています。取りました。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックス糸井、先ほどの打席で打点を挙げています。タイガースこの回7人目のバッター。初球打った。大きな打球だ。真ん中深いところ破っていった。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。14対4。
スワローズさらに三塁二塁のピンチが続きます。バッターボックス八木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。変化球が高めに抜けます。